からいい雰囲気の感じになってます。というわけで今日もね始まりましたぼっち旅ということで、今日はちょっと風強いですけど、あったかい感じで15度ぐらいはあるんじゃないかなというような感じですね。で今日はですね、勝山に行こうかなと思います。昔ながらの場所が多いんですよね。でまあその日本酒というか酒造さんがあったりとか、まあお寺とか武家屋敷、いうわけなんですけど、まあ一応その中でもノレンの町と言われてますね。まあ、それぞれお店それぞれでノレンが違うと言います。それではよろしくお願いします。というわけでいざ出発です。今回は岡山市内から行くわけですけど、だいたい2時間以内には着くかなと、1時間半くらいかな、岡山空港の方から、行きまして、吉備中央町の方から、入っていくわけですけども、まあ、このままずっと進めば、朝日川ダムですかね、大きなダムにぶち当たるんですけども、まあ、そのダム沿いをねずっとね、沿っていくんですけども、まあ、こんな感じで狭い道をずっと進んでいくわけです。まあ、これをずっと行けば、真庭市に、入るんですよね。天気がすごいですね。もう日差しがね、強いまではいかないんですけど、心地よい感じで暖かいかなと思います。この左手に流れてるのが朝日川ということで、木材の町勝山、城下町勝山、はい、というわけでこの辺から勝山ということですよね。というわけで勝山到着です。城下町としてね栄えていたんですけども、まあ、もちろんその今その勝山城っていうのは存在しないんですけど、その跡がまだ残ってるということですね。今回はそれは省略しようかなと思います。はい、というわけで、
勝山のね、城下町に到着しました。これからね、ちょっとね、いろいろ歩いていこうかなと思うんですけども、大体目標的にはその勝山の駅周辺まで歩いていこうかなと思います。いろいろなね、見どころがあるかと思うので、まあ何度も行ったことあるんですけども、その中でもなんか、歩きやすいとか見やすい場所をね、ご紹介できたらなと思います。はい。ということで、こちらがね、酒蔵ということになってます。ちょっと青みがかかってるんで、お酒がちょっとできたばっかりかな。登録有形文化財。はい、ということで商店が立ち並んでますね。こちらお土産屋さん、もともと出雲街道だったということで、この 歴史がね長いということで、ちょっとね川の方に行ってみましょうかね。これは旭川ということになってます。もともとはやっぱり貿易がね盛んというか、お城があったので高瀬舟の、港というか船着き場がねあったということで、位置的には向こうの方の、この辺ぐらいが船着き場だったということです。並み保存地区入ってますけど、まあね、こういう感じでね、のれんが綺麗にいろんな種類ののれんがあります。そのお店に合わせてそれぞれね、のれんの模様とか色が違うということになってますね。無料休憩所、ちょっと入っていきましょうかね。この無料休憩所、よし、売り物なんですね。勝山喧嘩だんじりマップ、町内喧嘩場、いろいろあるわけですね。電柱のね色がこのあんまり外観を崩さないようなね色になってるのと、極力ね電線がね少ない感じがねしますね。いう感じで、地中化ということですね。この辺からちょっと商店がいろいろとありますね。水路が
あります。こちらのお店って結構長いんですか？80年ぐらいかな。80年ですか、ね、まだまだひよっこ、ね、あ、まあ、城下町としては、はい、20円の返しありがとうございます。感じで来ました。創業80年。いただきます。うん、あ、美味しいですね。うん、あ、チョコマンもらってもよろしいですかね。はい、うん、中になんかあれですか、なんか入ってこれ白あんの焼き饅頭。いやね、美味しかったですね。何も考えずに入ったんですけど、いや、お茶がね、お茶とまたこのおまんじゅうというか140円ぐらいね感じのおまんじゅう、このお店がありますね。食べ歩きみたいなね。はい、というわけでちょっとこちらの方に入っていこうかなと。世界のパン山崎。またこれがいい雰囲気の場所です。ちょっとお邪魔しようかなと思います。感じになってます。こちらです。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。続いてはですね、この勝山駅の前に、勝山駅からずっとねまっすぐ行ったところに行けばなんかお寺があるということで、ちょっとそちらの方に行ってみようかなと思います。神社ですね。
というわけで、こちらが神社。立派なお寺ですね。お寺と白壁の建物が、ここはちょっと図書館、展示場みたいな。下も川が流れてます、水路が。はい、というわけでね、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。ぼっち旅ということで、もうほぼ誰にも会わないというか、まあ商店の人はまあ別ですけど、ほぼね誰にも、まあ今はちょっとね人が少ないっていうことで、いろいろとあの商店の方とかも苦労されてるというか、そういう話を聞くんですけども、まあ見応えのあるねこの街並みがまたいいですね。でかなりで、まあ駐車場って結構いろいろいろんな場所にあるんで、裁判所の前とか、比較的ね行きやすいというか歩きやすいかなと思います。まだ紹介しきれてない部分もあるんで、ぜひね行ってあの皆さんも確かめてみてください。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。